FC 東京で11年間一緒にプレーして、僕のサッカー人生の中でも一番長くプレーした選手で、今回の引退はちょっと寂しく思いますけど、なおが今年1年覚悟を持って頑張っていたことも分かってましたし、今年出し切ったと思います。本当にお疲れ様でした。まだ僕はもうちょっと元気あるんで、サッカーやめたら、見に来てください。本当にお疲れ様でした。すごく顔は怖そうだったんですけど、すごくとても優しい奈緒さんであったなと思う、すごく覚えています。それからいつまでも優しい奈緒さんでいてくれて本当にありがとうございます。引退後もご活躍されることを祈っています。お疲れ様でした。Yes.
思えば